張伊芸は、中国の経済学者、北京大学教授。国近党政権時代から歯に衣を着せぬ、政権批判を展開したことで有名となった1959年、先生賞の2例林宿礼保健生まれ。1982年、西北大学経済学系を卒業。1984年に、同大学の経済学習志望を取得。 1984年から1990年の間に中華人民共和国国家経済体制改革委員会にて改革理論と経済体制の研究に従事した。1988年にオックスフォード大学に入学。1994年にはオックスフォード大学で経済学博士号を取得した。 なお、オックスフォード在学中は、ジェームズ・マーリーズとドナルド・ヘイの下で、産業組織論と企業理論を学んでいる。帰国後は、北京大学経済研究中心の副教授、1999年から、北京大学工科管理学院副院長、2006年から院長を務める。2010年に院長辞任、2012年に北京大学女流辞任後、2014年から、 北京大学国家発展研究院に移る。2011年9月中旬に大連で開催された夏季ダボス会議で学校をすべて廃止せよ。中国の教育とは小学校入学当初から生徒に嘘を教えることだと主張した。また、中国における政治腐敗の撲滅方法として2012年の中国共産党第18回党大会を境として それ以前の腐敗については、一律不問とし、それ以降に腐敗した場合にはそれ以前の腐敗と合算して摘発する。同時に、政府官僚の財産の工事と登記を義務付け、合理的な収入を超える部分については没収するか、特別税を課した後、残りは本人のものとするという解決策を提案している。ありがとうございます。